ムッシュ、どうだい町の様子は。賑やかだったパリも静かになっちまったな。なんだか別の町みてえだよ。そうだね。これだけ静かな日なんてパリの歴史にもないだろうね。ムッシュ、これだけは忘れるんじゃないよ。建物とか町なんてものは壊れても直せばいい。でも人の心はそうはいかない。特に愛する人を失った心の傷はね、残るものなんだよ、ずっと。隊長さんよ、俺からも頼む。これ以上パリの人たちを悲しませないでくれ。そうだったね。この私としたことが弱気になっちまってたよ。未来は大風呂敷だけどよ、てめえの口から聞くと安心できしまうぜ。あの子たちのことも頼むよ。強がっていてもまだ子供、不安になっているはず。あんたがそばにいることを教えてあげておくれ。さて、話はここまで。ムッシュ、もう少し見回ってくるんだよ。東部 F2 は俺が責任を持って整備しておいてやるから、安心して行ってきな。逃げ遅れたのはこの子だけみたいです。泣き疲れて眠っちゃったみたいです。大神さん、この戦いが終わればこの子も泣かなくて済みますよね。みんなが笑って過ごせる毎日が戻ってきますよね。大丈夫ですよね。笑ってもらうのが私たちのお仕事でした。私もしっかりしないと。なんといってもシャノワールのメンバーですものね。私たちはこの子を避難所に連れて行きます。大神さんも気をつけて見回りしてくださいね。避難命令は聞かなかったざますか。お嬢様は大いなる使命のもと命を懸けて戦おうとしているざます。ならば私の使命はお嬢様がお帰りになられる
屋敷を守ることざます。聞けないざます。ブルーメール家の名誉にかけてここは動かないざます。そうかもしれないざますね。お嬢様はお優しい方ざますから。私が仕えているのはお嬢様であって屋敷ではない。そういうことざますね。大神、私はメイドとして間違うところざました。避難所に向かうざます。大神、お嬢様をお頼みするざます。大神君か。大声を出さないでくれよ。驚くじゃないか。いや、僕はまだ書類の整理があってね。ははっ、残業だよ。こんなことを言うと大神君は笑うかもしれんが、僕は怖いんだ。もしパリを守りきれなかったらと思うと。そうか、そうだね。僕が間違っていたよ。大神君、ありがとう。僕はもうしばらくここに残るよ。大神君は任務に戻りなさい。ああ、了解している。無駄に捨てる命は持っていないさ。さあ、行きたまえ。ボンシャンス。誰かいるのですか？あ、大神くん。ココリコがどこに行ったか知りませんか？近くの避難所の方にも来ていないみたいなのですよ。そうでしたか。マダムたちがココリコの面倒を見てくれているのですね。それを聞いて安心しました。大神くん、ココリコのことを頼みます。
大神君、よろしく頼みます。あの子の笑顔はかけがえのない宝石ですからね。ではそろそろ私は避難所の方に向かうとします。いつまでもここにいては迷惑になってしまいますからね。大神君も気をつけて。そこにいるのは隊長か。心配はない。もうこの周辺に民間人は残ってはいない。隊長。隊長はこのパリをどう思っているのだ。私にとってのこのパリは、ブルーメール家の名において守らねばならぬ土地。このパリは私たちが守る。そして私の子たちも守り続けていくだろう。だが異邦人である貴公にとってのパリとは何だ。教えてくれ。パリを愛してくれるかならば案ずることはないな。隊長、この戦い負けるわけにはいかないぞ。どんなことがあっても。隊長、誓ってもらえぬか。この斧にかけてパリの街を守り抜くと。グリシーヌ・ブルーメール、我が半身たるこの斧にかけてパリの街を守り抜くことを誓う。私のことも守る。私も貴公のことを守る。よいな。その言葉、百万の援軍に勝るな。私はもうしばらくこの辺りを見回る。貴公は別の場所を頼む。あ、シャノワールで会おう。相変わらずあんたは仕事熱心だね。こんなところ誰もいないよ。野良犬だって逃げ出しちまってるさ。町の中の金目のものは全部なくなってたからね。私には退屈なものさ。本当なら、私はまだ刑務所の中。
千年の懲役だったはず。その私がこのパリのために戦っているかと思うと、自分の人生に驚かされるぜ。悪い冗談だ。相変わらず自信過剰だね。バカだからか。降りるからどきな。よっと。そういえば思い出したよ。牢獄にいた頃は暇だったんで、妙なことを考えていた。壁の向こうと壁のこっち、どっちが中で、どっちが外なのかなってね。地球ってのは丸いだろ？なら、囲いの中が狭いか広いかの差だけで、中と外の違いはない。でも、今はもうダメだ。こっちの世界に大事なものができちまったからな。なんてな。さて、私はなんか金目のものを探してくるよ。ならば、しっかりと私を捕まえておきな。あんただけだろうね、私を捕まえることができるのは。でもね、私も捕まえられるより捕まえる方が将軍に合ってるみたいだ。隊長、覚悟しておけよ。じゃあな、隊長。しっかり働くんだぞ。ご苦労様。うん、もうこの辺りには誰もいないみたいだよ。いつもだと賑やかなのに、誰もいない市場ってなんだか寂しいね。ダメだってば。ねえ一郎、この子、飼い主が見つかるまで僕が預かっててもいいかな？任せてよ。飼い主が見つかるまでこの子は僕が守ってあげるよ。名前はどうしようかな。本当の名前は飼い主がいないとわからないし。そうだな。だったら一番好きな人の名前をつけるよ。それは内緒だよ。逃げちゃダメだよ。一郎捕まえて。
一郎、逃げちゃダメじゃないか。なんでもないよ。一郎の意地悪、もう知らない。いいだ。じゃあ一郎、僕はこの子と行くね。よし、ここならノートルダム寺院が見えるぞ。あれは！何をする気だ。敵があれほどの兵器を持っていたとは。都市に満ちる妖力を利用した空中砲台オプスキュー。いやお、これほどの威力とは。今のは単なる余興に過ぎぬわ。では、まだまだオプスキュールの攻撃力は上がるというのですか。いかにも。次の攻撃をもってすれば、パリの街など蒸発してしまうわ。しかしてカルマール公、次の攻撃はいつ行う予定なのですか。次の攻撃に必要な妖力を吸収するまでには時間がかかる。明日の日の出だな。レオンよ、明日の日の出まで時間を稼ぐな。小僧どもが邪魔せぬようにな。パリ歌劇団ですな。お任せください。奴らの首公爵様に捧げましょうぞ。楽しみにしているぞ。会話の内容は全て記憶した。ふふん、思い上がるのも今のうちで。